ホーム移転前の駅舎境港駅は、鳥取県境港市大正町にある、西日本旅客鉄道堺線の駅である。業界の名前から取られた愛称は、北郎駅である。道線の終着駅。鳥取県の最西端にある、鉄道駅。隣接する港堺交流館から、沖基線が発着する。駅舎は、灯台の形をしており、駅から東へ伸びる道路は、 水木茂げロードと呼ばれ、多数の妖怪のオブジェが、歩道上に設置してある。東端式ホーム一面二線を有する地上駅で、ホームは一番線と二番線がある。東端部に灯台を思わせる、デザインの駅舎がある。直営駅で、緑の窓口が設置されているが、時間帯限定での営業となっている。2005年4月の古東駅の無人化により、 境線の有人駅は当駅のみとなった。また、1984年から1986年にかけて、夏季限定で、境港駅構内貨物線を活用して、沖木線との連絡線が開設されていおり、船着きばかり乗降場が開設されていた。原則として一番乗り場を使用する。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。浜ループバスバス乗り場は駅前にある。 今尾圭介、日本全国駅名巡り日本家ジ出版、2018年、123から124ページ。ISBN 978から4から817844828。国土数値情報2011から2015年、国土交通省、2019年7月4日閲覧、国土数値情報駅別乗降客数データ国土交通省、 2020年9月13日閲覧、ありがとうございます。